What up YouTube? トランペットのリョウです。ニューヨークはね、だいぶ涼しくなってきて、枯葉の季節がやってきたので、今日は枯葉を使って少しインプロビゼーションのティップをご紹介したいと思います。で、ソロを撮るときにいろんなアプローチができると思うんですね。例えばビバップ的なランゲッジ、ボキャブラリーを使ってソロを撮る、トランペットの A マイナーですね、コンサートの G マイナーで意味合っています。 1,2,1、アプローチもできますね。ただこの枯葉ってよくメロディーを聞いてみるとわかると思うんですが、下の音、始まる音と上の音がどんどん下がっていくんですね。具合ですね、上の音だけ吹くとバーバーバータラーラタララタララっていう風になります。なんでそのモチーフというか、それを意識してこう下がってくるラインメロディーを、それを使ってやるっていうのがすごくいいと思うんですね。で、反対にブリッジのセクションと言ったように、ブリッジは音階が上がっていくっていうのが感じられると思います。なんで例えばマイルスとかこう、さっきのマイルスはもちろんビバップのアプローチもできるんですけど、有名なサムスインエルスのバージョンとかですと、例えばみたいな、もっとこうモチーフを使ったりとかメロディックな感じで吹いてると思うんですね。なんでそのメロディーを作るときに、その加工するラインっていうのをかなり意識すると、こう曲をソロで撮ってる、曲の延長としてのソロがあるっていうのをできるんではないでしょうか。ちょっとやってみますね。なんでまず上のこう上の下がっていくのを意識して、そこを中心にメロディーを取っていきたいと思います。 1,2,1,2,3さっきのビバップ的なアプローチとまたちょっと違ったニュアンスが出てくると思うんですね。同じようにブリッジがというので、こので今度はタラララララララってこう下がってくるんで、そこを意識して上がって下がってくる、ブリッジが1,2,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 
だそのビバップ的な
ボキャブラリーとかランゲージを喋れることってすごく大切なんですが、そうではないメロディーの作り方というのも、こんなねメロディーの元の曲の断片なりモチーフを使ってやってみると、もっともっと幅が広がるし楽しくなるんではないでしょうか。というわけで今日は枯葉を使ってインプロティップというものをご紹介してみました。 Thank you for watching. Hope you enjoy it. See you soon. Bye.